ハロープロジェクト所属のアイドル総勢85人2人欠席が出演するコンサート、ハロープロジェクトひまフェス2024、2日間計4公演が30日千葉幕張メッセ国際展示場9ホールでスタートした。初日の昼公演、ジュースイコールジュース&ビヨーンズプレミアムでは、公演タイトルでフィーチャーされたジュースイコールジュースとビヨーンズが共に新曲の初パフォーマンスで会場を沸かせた。オープニングは出演メンバー全員、アンジュルム、平山麻吹きは体調不良のため、ジュースイコールジュース、川島美風は突発性難聴のため欠席で、ビヨーンズの英雄から笑って、初感先輩を歌って盛大にスタート。続けて、ビヨーンズが単独のパフォーマンスを展開していった。